ヘモカシロク25です。ですね、1日仕事で今日また休みなんで、まあ、お昼でまたスタミナ太郎さんの方に、ちょっと行ってこようかと思います。ちょっと昨日もですね、4時間残業になってしまってちょっと大変だったんですけどね、休んでまた明日も若干早めなんですけどね、早く行ってもちょっと早く帰れないっていうのがちょっとネックなんですけどね。まあ今日何気なくテレビを見てましたら、YouTube でなんかスーパーかどっかのお店にですね、スナック菓子でこう爪楊枝を入れてるっていう動画が YouTube の方に上げられてたそうなんですけども、まあなんかその容疑者というか怪しい人物がですねちょっと浮かび上がったということで、まあ一安心ではありますけれどもね、なんか YouTube の動画はそういった動画にはあんまり使ってほしくはないところですけどもね。ちょっと朝早くて夜遅いもんで、ちょうど家に帰るとそのニュース番組しかやってないので、なんか結構そういった情報がですねなんか入ってくるんですよね。あとは今日はとりあえずはですね、工業校は行きませんので、とりあえずそのままですね直接ちょっと行ってこようかと思います。火曜日ですね、元気の湯に久々に行ったらですね、ちょっと湯あたりが久々になっちゃいまして、足の太ももっていうんですかね、その辺がちょっと非常にだるくてですね、ちょっと大変でしたね。体の悪い部分がちょっと痛みとして出てくるんで、まあ、正常な、まあ症状というかだと思うんですけどもね、昨日一晩寝たらだいぶ良くなったんですけどもね、まあ、今日もとりあえず、スタミナタウンさん行ったらですね、また元気のように行ってくる感じですね。ジェットバスでこう腰をですね、水圧でこうぐーっと押しつけるのがちょっと最近なんか休みの日の楽しみになってきてるんで、まあ、それでちょっと行こうと思ってるんですけどね。あとサウナも結構いいんですよね。今12時半になろうとしてるんですけども、ちょうどサウナに入ったあたりにこうドラマの再放送ですね、この前行った時は小林蓮司さんの、なんか窓際と書いてなんか窓辺さんっていう主人公のですねドラマをやってたんで、まあ、結構長い時間見てたんですけどね、まあ、再放送でも結構面白いんでついつい名前しちゃってるんですけどね。これは工事中走行注意ですね。
は直接行くと実は近かったりするんですよね。 4点ちょいしかなかったと思うんですけど、なんか、休みの日の就職はほぼこちらになっちゃってるんですけどね。近くに確かあったと思うんですけどね。エアコンが今フル稼働しちゃってますけど、意外と暖かくてですね、今5度なんですけどね。今日は平日の昼間ですから、スタイナトラさんも多分空いてるとは思うんですけどね。カットします。失礼します。はい、モカジャグ25です。今日はこちらにモコが2台止まってたんですね。いや、今日も結構食いましたね。お腹いっぱいという感じですね。今日はちょっと違うルートで来ますけどね。あ、これ NTT の RT ボックスですね。最近まで気づきませんでしたね。使うことになっちゃうんですけどね。この結構かさ上げ進みましたね。だいたい3メートルくらいは
と思っちゃった感じですね。スタミナ太郎さんはだいたい雲は決まっちゃってるんですけどね、アレルギーがあるんで決まったものしか食えないっつうのもあるんですけどね。ですからどちらでしょうかね。お、これは珍しくダンプ4連発でしたね。4連発来ましたね。最近ご当地ナンバーが多くて何県か分かんない時があるんですよね。
丸いんですよね。あんまりここもスピード出せないんで。
双葉町っていうのは、二十数年前に、おばさんが住んでたもんで、結構来てたんですよね。まあ、そのおばさんももう亡くなっちゃいましたけどね。まあ、結構泊まりに行ってたりしてたんで、最寄り駅が、陸前山下駅っていうところだったんで、まあ、結構ですね、行ってたんですよね。川開きの時も泊まってですね、ちょっと花火を見に行ったりとかしてたんですよね。この近辺は結構頻繁に昔は来てたんですよね。ちょっと温泉という温泉はちょっと行ったことはなかったんですけどね。着く頃になってエアコンが温まってきましたね。昔はこの南港スタンドの裏の方に住んでたんですけども、アパート取り壊して低山の方に行って、それでちょっと被災しちゃったんですよね。今は息子さんだけちょっと仮設の方に住んでるんですけどね。年始にちょっと遊びに来たんですけどね、その息子さんなんですけど、今日元気の家に行ってですね、夕あたり起きなければいいんですけどね。足が夕あたりになったのはちょっと初めてですね。背中とかはあるんですけど、相当ちょっと疲れてたんでしょうね。それでは失礼します。お疲れ様でした。はい、もかちょく2号です。元気の家からの帰りですね。今日はホーマックさんに寄る予定だったので、今日は、中里ホーマックの方までですね、ちょっと行ってから帰ろうかと思います。ちょっとですね、夕あたりがまた怖いので、結構早めに出てきたんですけどね。サウナも今日3回入って結構汗かきましたね。あ、
この後家に帰ってちょっと仮眠取るとですね、まあ、だいぶ疲れが抜ける感じなんですけどね、まあ、この仮眠取る時に大抵動画のアップロードですね済ませちゃってるんですよね。この信号機もちょっと特殊なんで、ちょっと慣れないと大変なんですよね。これは東北電力の車でしたね。あ、ちょうどこの通りにリサイクルショップさんがあるんで、ちょっとたまにちょっと寄ってみたかったんで行ってみましょうかね。時刻の方は3時半で、今日曇ってるんであんまりこう明るくはないんですけどもね、今日雨か雪って言ったんですけどまだ降ってはいないですね。暖かいんで多分雪にはならないと思うんですけどね。ちょっと安全運転すぎますね。到着しましたね。こちらの右手なんですけどね、まあ、何回か行ってるんですけど、ここはちょっと右折が厳しいんですよね。525です。それでは再開ですね。あ、今日は乗って出ましたね。それでは、今日は中里本幕の方までですね、ちょっと行きまして、ちょっと買い物ですね。やっぱり4時過ぎてきたんで、あ、4時前ですので、ちょっと暗くなってきましたね。曇ってるんで、今日時間の感覚もよく分かんないですね。おお、なんかできるんでしょうかね。元三角茶屋前なんですけども。
は高速バスですね。結構乗ってますね。こちらは仙石線と石巻線の踏切なので、貨物列車がちょっと来ると塞がっちゃう時があるんですよね。あ、まあ大丈夫でしたね。もうちょっと道路悪いですね。さすが硬いんで、こういった凸凹道は苦手なんですよね。安全のジャンパーを着た方がいますね。一旦カットします。失礼します。はい、もうこちらプリンコーデです。買い物終わったんで、あと帰りますね。ボディーソープですね。ちょっとシーブリースの詰め替え用っていうのが、これもフォーマックさんじゃないと売ってないんで、こちらに来たんですけどもね。この間、安いですね、ボディーソープの詰め替え買ったらですね、どうも体というか肌に合わなくて、ちょっとですね、使うのやめちゃったんですよね。合わないやつはやっぱダメみたいですね。多少高くてもいいんで、ちょっとこの肌に合うやつを買わないとダメなんですね。
なってきましたね。ライトつけてみましたけども、まあ、これ店内完全不明となってますけども、煙とかどうなんでしょうかね。ここもちょっと機会があったらちょっと使ってみたいところですけどもね。4時過ぎると急に暗くなっちゃいますね。仮設住宅のシャトル便ですね。シャトル便ですね。珍しいですけど、
仮設通じたことはありますね。石巻日赤イオン駅前ですね。なんでしょうね、なんか毎回同じようなところで整地があるので、ナンバーですね。じゃあ3本買っちゃったんですよね。今日は平日なんで結構空いてる感じでしたね。バスが行きましたね。1時間でだいたい2本くらい出てるんですよね。高速バスの後はダンプが3連発ですね。乗用車ちょっと挟んじゃいましたけどね。1台乗用車挟んで2台3台ですね。だいたいこの辺でいつもすれ違うんですよね。こっちもですね、こっちは完全3連発で1台、2台、3台間に黒が挟んでましたね。
ダンプリスが今日は多いですね。軽トラ2連発ですね。またですね、動画のエンコードしてアップロードしている最中にちょっと紙取ってですね、10時くらいいつもアップロードもあるんですけどね、
失礼します。お疲れ様でした。